山中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関羽の動きは間違いなく劉備の漢中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば燕の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を毛徳に見せねばならん。ははなるほど、話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。漢中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないようだ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わった者から順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに宗尽殿らが先行なさったとのこと。拙者もすぐに追いかけ申す。待っていろ毛徳、関羽は俺が必ず討ち果たしてくれる。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたよう。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。なんとしても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗尽殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ宝徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだが、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や猜疑を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。右近殿、しかしこたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。口を慎め。残言で軍旗を乱すならばこの場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ右近殿。諸将らの言はもっとも、それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのは道理。されど曹操殿はそれがしに関羽討伐を託された。また
この戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたもの。なればそれがしもここを死地と思い定め戦う所存。宝徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。さすがは右近殿と宝徳殿だ。不平不満を逆手に取ってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水艦から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず繁盛に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は討たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻めくる関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる様子。厳しい戦況だが何としても勝たねば。
総人様より伝令、ウリンの両毛殿に援軍を要請すべしとのこと。五軍を動かせれば我らの勝利は確実。どうかよろしくお願いします。援軍については承知した。悪いがリクソンにも話を伝えておいてくれ。リクソンは深夜方面に布陣している。手間をかけるがよろしく頼む。援軍の件、両毛殿は承諾されたのですね。それなら私に依存はありません。急ぎ出撃準備に取り掛かりましょう。両毛殿にその旨お伝えいただけますか。リクソンも準備を始めたか。それなら問題はあるまい。盟約に従い援軍を差し向ける。使者の務めご苦労であったな。精進せよ。Come on.
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。感情を奪い返されるわけにはいかぬ。艦雲長参る。守りは我らが受けぬと。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。行くぞ。兵器で義の連中をなぎ倒してやる。敵ながら見事、ここは官兵に任せ体勢を立て直さん。今は引くしかあるまい。義の盛況さ、侮りがたし。策を考えねば。敵将討ち取ってよ。消えて。このまま勝利を重ねればきっと。
て通り魂、葬儀への反乱に加担せぬならお前も撃つ。また撃ってくるか。それでは友軍との合流が果たせぬ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ入ろうぞ。助かった。礼を申しますと、反乱など企むべきではなかった。黙って宗神殿に従っていれば。このまま勝利を重ねれば。おお、素晴らしいご活躍。葬儀にはもう従えぬ。山賊と手を組んででも反旗を翻さん。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。こうもあっけなくねじ伏せられるとは。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。高温の反乱は鎮圧しましたが、呼応していた民は抵抗を続けています。このままではまた大きな乱になります。急ぎ民の不満を解消すべきかと。ほら、本当は戦なんて嫌なんです。許してください。ありがとうございます。ほら、もう武器は捨てます。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。大それたことをしちまった。今からでも謝れば許してもらえますか。よかった、二度とこんなことはいたしません。俺一人だけ抵抗をやめるわけにはいかねえ。それとも皆を説得してくれるんですかい。本当ですか。だったらこんなおっかないことはやめだ。
このままじゃ暮らしが成り立たねえ。俺らの生活のことも考えてくれるだか。そうおっしゃるならもう一度信じてみるだか。そっちが力づくならこっちだって勝負だ。こら、なんだバカにしやがって。もう一度皆様を信じてみます。どうかよろしくお願いいたします。よっ、幸運に呼応した領民たちが降伏。これで反乱は完全に鎮圧できた。よっ、繁盛での戦に集中できるな。失敗は記憶に刻まれる。成功してよかったわ。その勢い誰にも止められますまい。申し上げます。堤の一部が壊れかかっている模様。川が氾濫し水が溢れれば被害が出る。すぐに修理した方が良さそうだ。承知しました。修理に取り掛かります。ここまで来れば大丈夫です。ありがとうございました。申し上げます。堤を全て修理しました。よくやってくれた。これで安心して攻めることができよう。
敗は記憶に刻まれる。成功してよかったよ。っ皆の規範となるよう、これからも勝利せよ。関東殿のため、ひいては親分のためだ。爆城を奪い取ってやるぜ。爆城は繁盛奪還の要、奪われるわけにはいかん。よし、イケイケどんどんってな。城一つ落とせねえのかよ。向かう追い出したら抜けてくるぜ。よし、このまま勝利を重ねれば、きっと。お見事な腕前、それがしも習いましょうよ。光徳殿が持ちこたえてくれた。これで諸君の援軍を防げよう。ここは私のもの。よって、攻め込むだけでも大事なのに、今剛に後ろから攻められたりしたら。まさか敵はそれを狙って。この戦、本当に勝ち目はあるのだろうか。ああ、光陵には兵器が配されている。味方を進軍させる前に無力化したいところだ。よし、先行して兵器を焼き払ってしまおう。まずは敵に気をつけつつ配置を確認しようか。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。兵器の位置は把握した。それじゃ一気に火をかけてくれ。兵器に火が。これではもう役に立たぬ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。失敗は記憶に刻まれる。成功してよかった。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。規範となるよう、これからも精進せ。ここは私のもの。カウン殿が出るまでもない。義の進軍、俺が止めてやろう。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。何の備えもないと思ったか。今だ、皆かかれ。手触りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。不覚、カウン殿、カンペ殿、申し訳ない。このまま勝利を重ねれば。お見事、見せつけてくれますな。そうか。何かあればお前も口添えしてくれるか。ここまで一人で乗り込んでくる胆力、お前の剣なら信じられそうだ。吉名に頼む。お前を信じついていってもいいのか。よし、確かに聞いたぞ。お前の言葉信じさせてもらおう。分かった。義に下る。くれぐれも取りなしを頼んだぞ。兵器も大方やられてしまった。もはや戦い続けることなどできん。決めたぞ。俺は義軍につく。そこのお前、取りなしを頼めるか。これよりそちらを手助けする。どうかよろしく頼む。皆の信頼を勝ち取るためにも精一杯働かせてもらおう。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。
見事です。私も見習わなければ。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ、不分足高校を申し入れる。何を願わくは
我が機が全ての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に近い約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において領官の命令は絶対だ。方便は認めん。あなたという方は各隊をまとめ整列せよ。下るにせよ。軍旗は乱すな。やられたな。どうしよう。どうしよう。まさかあの雨金将軍まで降伏しちまうなんてな。どうなるんだろうな俺ら。このままじゃ飢えて死ぬか病にかかって死ぬか。はあ、いっそ溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは自分の首一つで。おっと、お待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか。ええ、一つとっておきの手があります。それは諦めないことですよ。必ず援軍は来ると信じ戦い続けることです。どうです、秘策ではありませんが無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたか。さあ手中に勝つ求めてみましょう。うん。皆気力を奮い立たせよ。我ら神旗を束ねこの逆境に打ち勝たん。徐光明、援軍を率いて山上を捕まつった。宗神殿、ご無事でおられるか。おう、徐光殿。ああ、よかった。待っていたよ、徐光殿。君が援軍とは頼もしい限りだ。宗神殿も万長殿もご無事で何より。よくぞここまで持ちこたえられた。炎上に援軍を待機させており申す。こちらの動きと連動すれば形勢も覆せよう。はあ、ありがたい。しかしこの繁盛は完全に包囲されていたはず。貴公はいかにしてこの城内まで参られた。確かに敵の布陣は完璧でござった。しかし一点だけほころびがあり申した。そこをつきまかり越した次第にござる。ほころび、それはもしや。ええ、宗神殿のお考えの通りでしょう。おそらくそれは宝徳殿が切り開いてくださった活路かと。ならばそれを無駄にするわけにはいきません。私たちも死力を尽くし炎上の友軍と合流しましょう。
宝徳が死に、ウキンは降伏。冠中から悪夢のような状況が続くな。しかし繁盛の兵らは宝徳殿が示した生き様に士気を上げてござった。攻勢の機を得れば一気に状況を覆せましょうぞ。機か、ならば今がまさにそれであろう。主義法、両毛将軍の名代として申し上げます。我ら孫悟の軍は光陵に展開、関羽の退路を塞ぎました。そう士官だ。命を違えぬ動き、我が父孫孟徳に代わり礼を言う。いやはや、情勢は目まぐるしい。今新しい情報が入りました。関羽は繁盛の包囲を中止、成都方面へと撤退を開始したとのことです。うん、どうした。関羽め、孫悟との同盟が敗れたと知り潔く引くか。いや、今まで慶州を抑え続けてきた関羽のこと、不利だからと兵を引くなど考えにくいかと。それならばまず益州に援軍を要請するはずです。おそらくは何か理由があって戦を継続できなくなったのでしょうな。例えば兵糧が尽きたとかでしょうかね。ふん、理由などどうでもいい。奴を逃すわけにはいかん。すぐに追うぞ。主義法と言ったか。我らはこれより関羽を討つ。孫悟も連携して攻め立ててくれ。承知しました。こんな雨では家計もできませんが、孫悟の機嫌にて関羽を押し包みましょう。行くぞ。今こそ関羽との因縁に決着をつける。殿の道を切り開くため、軍神関羽を討ち果たさん。Thank you.